皆さんこんにちは。こんにちは、レッドウィングジャパンマーケティングマネージャーの阿部です。レッドウィングジャパン代表の小林由紀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、はい、今撮影日が9月16日、はい、本日、オープン、いたしました池袋パルコ店で、撮影を、させていただいております。はい、はい、で、そんなスペシャルな日なんですけども、今日はなんと、ライトニング統括編集長の、松島さんに、スペシャルゲストとして来ていただいております。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。松島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この YouTube チャンネル見てくださってる方もほとんどの方というかもう、はい、ご存知の方多いと思うんですけども、いやもうすいません、簡単に、はい、自己紹介いただいてもいいでしょうか。はい、ライトニングという雑誌をもう20数年作ってるんですけれども、他にもセカンド、クラッチマガジンという男性誌のです、ね、統括をやっております。ずっと雑誌だけ作ってました。レッドウィングは高校生の時から忘れもしません。高校1年生の時にですね、あまりにも学校の成績が優秀すぎて母親に買ってもらえたって。すごい。思ってたのと違いました。嫌われるかもしれない。いや成績かけたんですよ。いやすごい。それで、はい、成績言った通りのことが、成績が取れたら買ってやるって言われて買ったのが一番最初、はい、買ってもらったのが、それが高校1年で、ね、ちなみにどの方だったんですか。8875です。8875、もう当時はみんなそれでしたから、はい、いやでも私たち松島さんに、ね、YouTube 出てほしいってずっと ね、はい、うちわでは話していたので、はい、今日は本当に嬉しい。そうですね、稲妻フェスティバルの告知の時なんかも、はい、本当は出ていただきたいねとか、そんなことも思いながら、はいはいはい、ついに満を持して、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、でも、まず今日ただ池袋パルコ店オープンということで、本当にたくさんの方に来ていただいて、もう本当さっきクローズしたばっかりの、そうですね、はい、すごかったですね、京力さん。いやもう今日本当にもう本当にたくさんのお客様が足を運んでくださって、お仕事、ね、うん、されてる方もたくさんいらっしゃるのに、有給取ってきてくださるお客様とかもう本当に、なんかインスタで、はい、こうつながってる方とかも結構いらっしゃって、うん、はい、でそれがもう本当に実際の方々にお会いできたのもすごい私は嬉しかったです。僕はもう YouTube 見てますとか、本当に嬉しい、はい、LINE 見てきましたとか、なんかそういった、ね、言葉いただいたのがすごく励みになって、うん、すごく嬉しい一日でしたね。いやもう本当に今日は来てくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。来ていただいて池袋パルコ店どうですか。夕方私到着したんですけど、結構館内お客さんにぎわってて、はいはい、これ明日土曜日日曜日じゃないですか、明日から、はい、人いっぱい来るんだろうなと思ってたんですけどね。なんか街として活気もすごいですよね、うん、すごいですね、はい、それで今日はですね、お知らせがあります。はい、はい、実は昨年も、開催というか行ったグローバルのキャンペーン、うん、世界中のレッドウィングが一緒になって行うキャンペーンで、うん、実は今年のキャンペーンはもうすでにアメリカの方では、はい、開催されていて、今週スタートしてますよね。そうですね、はいはい、その名もアーカイブキャンペーンっていうようなところで、レッドウィングの昔のビジュアルだったりとか、うん、いわゆるポスターに使われていた、うん、写真だったりとか、うん、映像とか、実際になんか貴重な資料として保管されていたブーツだったりとかを、普段なかなか一般の方にこうお見せすることができないような、うん、素材を、サスティナブルな観点として、うん、お見せするっていうキャンペーンを実はアメリカでは今、うん、開催、しています。というところで、今年日本では、レッドウィングジャパンの直営4店舗、うん、先日オープンした、福岡パルコ店、大阪ルク、あと仙台店、うん、そして今日ここで撮影している、池袋パルコ店の、4店舗で、貴重な、いわゆるムービー、昔の CM とかに使われたやつですよね、うん、はい、だったりとか、あと広告とか、そうですね、はい、出るような場所になるので、うんうん、すごい貴重な機会になるってことですよね。
で私たちが、はい、今年3月から、はい、アップサイクルプロジェクトってことで、はいはい、その履き靴だったりとかその通常こうお店では売れなかったものをこうアップサイクルして商品を売るっていうのも始めてるんですけど、はいはい、まあ、それと同じようにそのレッドイング そのアメリカの本国が靴だけじゃなくて私たちが持ってるそういう広告とかクリエイティブも、うん、はい、110何年分ありますよ ね、 そ, うですね、それをこうまたそこに命を入れてアップサイクルした広告っていうことでキャンペーンやろうっていう、うん、そこともちょっとつながりがあるのもすごい、はい、嬉しいよね。で僕はもう本当にこのキャンペーンをやるってそのまあアメリカのチームから聞いて、はいはい、初めて見るものが多すぎて、うんうんうん、すごく興奮したのを覚えてます、うん、はい、だから靴だけじゃなくてそういう広告も、はい、こう今のレッドウィング、うん、そして昔のレッドウィングってなんかどっちもやっぱりすごい素敵 で、 で、 でなんかこう変わってない良さっていうのもすごくあって、うんうん、それはすごく僕もなんか印象に、はい、残ってます、はいはい、ぜひお店に来ていただける、ね、そうですね、お客様は、はい、貴重な、はいはい、素材だと思いますのでぜひ楽しみに、はい、詳しいスケジュールだったりとか、うんうん、そのお知らせは、いつも通り SNS だったりとか、はいはい、こちら YouTube の概要欄ですね、うんうん、はい、載ってますのでぜひ見ていただければなと思います、はいはい、でこのアーカイブキャンペーンに実はさらにスペシャルな本当お知らせというかこれも本当偶然タイミングが重なってるっていう、そうなんですよね、はい、すごい私たち的にはめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、そうですね、多分この話ここからがいよいよ本題かっていうぐらいの、はい、そうなんです、はい、皆さんお待たせしました、はい、ボリュームだと思うんですけども、はい、はい、私いただいちゃっていいですか、はい、いただきます、はい、よろしくお願いします、はい、今年9月30日、はい、発売で、はい、本当偶然なんです。めちゃくちゃ、ライトニングアーカイブスというシリーズがあるんですけれども、ヴィンテージレッドウィング。はい。この厚さです。もう。めちゃくちゃかっこいい。筋トレになる厚さありますんで、これ。何ページぐらい？352ページ。すごい。全部であります。はい。ライトニングアーカイブスのシリーズっていろいろこれまでにも出してるんですけど、はい、なかなかこの厚さになるものっていうのは過去にはそんなないんですけれども、うん、はい、今回日本だけじゃなくて、うん、アメリカ本社の、ね、はい、レッドウィング本社にも、はい、うちの取材部隊ご一緒させていただいて、そうなんですよ、8月に、そうですね、8月に僕らもご一緒させていただいて、はい、実はそのおかげで、ええ、僕初めてアメリカ本社行けたんですよ。あ、そうだったんですね。そういう意味でも本当にありがとうございます。ありがとうございます。そう、それでね、古い昔の、はい、ブーツを、たくさんそこでも撮影させていただき、うんうん、あとはヨーロッパでも実はコレクターさん探して、はい、撮影してるんですよ。結構古いものを、うんうん、レッドウィングの歴史が詰まってると言って過言じゃないかなと思ってますね、はい、でなんとこちら、初版限定です、はい、こういう本って長く売れる本、売れるっていう言い方はいけないですね、うんうん、長く売りたい本なんで、はいはい、何回も増し刷りしていくんですけど、うんうん、初版お買い上げの方のみに、はい、スペシャルなポストカード16枚のセット、これが無条件についてきます。いや、これがまたすごいですよね、はい、そうなんですよね、はい、この選定のお手伝いさせていただいたんですけども、はい、もう本当にもうすごいいいセレクションなんですよ。いやいや、はい、もう、はい、昔のね、全て昔のレッドウィングの広告だったり、はい、リフレットだったりの、はい、図案をですね、はい、そのままポストカードに落とし込んでると。それこそもう何百っていう、もうすごいある中でね選んでくださって、少しずつ絞らせていただいてっていうのをやってたんですけども、はいはい、で最終的に厳選16枚選びまして、はい、いや、もうすごい、これは貴重な。そうですね、はい、僕もそのやり取りさせていただいてるメールに僕も一緒に入れてもらってて、はい、中見た時にこれがついてくると思うとちょっとやばいなと。いや、もう本当に、はい、うん、それだけでも商品なんでしょうね。いや、僕もレッドウィングファンですから、はいはい、商品があったら多分買ってしまうっていう、うんうん、はい、イメージは、それを書いてはがきとかを出してもらう、お手紙書いてもらうっていうのも、はい、もちろん使い方としてはいいと思うんです、はい、そういうのも狙ってわざとこう、うん、サンタクロースの柄とかも選んでるんですけど、うん、はい、だけども
額に入れて、うん、壁に飾ったら、うんうん、すごいかっこいいじゃんっていう、はい、ね、お店なんかにもそういうカードを、ね、はい、飾ってたりしてるんで、はい、そういうのをイメージしながら、うん、これぜひ家のインテリアに使ってもらえないかなと、はい、本当に15枚こう並べてコラージュしてこう壁に飾ってもすごい素敵だと思う、うん、ね、はい、うちの会社も飾ろうと思ってます。僕の自宅も飾ろうと思います。私たちもやりたい、はい、そうですね、とはいえ主役はこちらです。いや、もうでも本当にそうですよね。もうこの中には本当に、はい、あの歴史が詰まってると思ってですね、うん、レッドイングファン、今まで出した、レッドイングの本とはどう違うのっていう問い合わせを僕も受けるんですね、はい、でこれまでももうこれかれこれ4冊かな、レッドイング関係の本は作らせていただいた歴史があるんですけれども、はいはい、うん、ヴィンテージだけで1冊っていうのは今回初めてなんですよ、はい、もうまさにレッドイングのアーカイブ、うん、本ということで、はい、残念ながら新商品一つも載ってない本なんで、はい、あのそれはそれでお店に来て新商品を見ながら歴史も勉強してもらうと、はいはい、ありがとうございます、でこちらの本書店さんでは売ってません、ウェブサイト Amazon なんかは買えます、はい、あと我々やってるクラブライトニングというですね、うん、サイトでも買えるんですけど、はい、あとはレッドウィングのお店では、うん、取り扱っていただけますよね、はい、あの全店 で、 あの、はい、日本の直営店は全店、はい、あとはヨーロッパとか、アジアとかアメリカもあのレッドウィング の、 あの直営店で、うん、あの販売する予定です、はい、まずアメリカがすっごい喜んでくれたんで、はい、すごい喜んでくれた、はい、このライトニングアーカイブシリーズっていうのは実は海外にもすごいファンがいて、はい、もう海外からも予約をどんどん受け付けている状態になってますので、はいはい、世界中で多分これはファンの方の手元に届くことになるかなと。それがその日本の、はい、あのね、ライトニングっていうところからこれ出る、世界に出るっていうのも私たちも嬉しい。いや、もうそうですよ、はい、そうだな、本当に、はい、ね、ちょっともうちょっと編集作業が、あ、まだ今フィニッシュまで、はい、もうちょっとです。あ、なんかすごい。ギリギリまで撮影もしてもらってるということで、ね、はい、担当編集者のこだわりが強すぎて、はいはい、いや楽しみだ。上がってきた写真を、もうちょっとこのディテールが足りないとか、もっとここを撮れとかっていうんで、もう表紙もめちゃくちゃ素敵です。もうこれは、はい、そうですね。うん、かなり気持ちのこもった、はい、一冊であることも間違いないんですけれども。ずっとでもね、もう作ってる人間は2冊目があったらこういうのをやりたいとかっていうことまで話してますよ、ね、はい、あ、私たちもちょっとその話、はい、もう、はい、そうなんですよ、第1発目のヴィンテージレッドイングを作りながら第2弾まですでに視野にあるっていうね、うん、はい、まあ、僕らはもう本作って頑張っていますんで、うんうんうん、ぜひですねレッドイングファンの方には手に取ってもらいたい一冊だと思います、うん、はい、いや嬉しいで す、 そうです、ね、はい、まあ、僕らも一緒になってすごく楽しみにしているので、はいはい、本当に待ち遠しいですね、はい、なんとか30日には皆様の手元に届くはずですので、はいはい、ね、あと本当ちょっとですね、よろしくお願いします、はいはい、まだ私たちもまだ中身、ね、見れてないんで、ね、はい、楽しみにお待ちいただければと思います。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。とんでもないです。こちらこそ。いかがでしたか。いや、僕はもういっぱい宣伝させてもらったんで大満足なんですけどね。いやいやいや、もう新しいお店が次々にオープンしてるじゃないですか、はい、今。またこの先の予定もあるんですかね。どうなんでしょう。逆質問しちゃった。いやでも、ね、ライトニングさんも、そうなんですけど、古いものとか、うん、こう昔からあるものとかずっとこう変わらないものとかに、はい、こうすごくスポットライトをこう当ててくださってる媒体で、今回みたいなこういうなんか取り組みとか、本当にいつも感謝してます。ありがとうございます。いやいやいや、そんな去年アップサイクル私たちがやろうとこう、はい、いろいろなんか話し合ってる時に松島さんに、はい、私相談に行ったんですよね。なんかそういうことをちょっと、はい、はい、そうなんですよ、一人で私その後すぐ電話もらってるんです、ね、いやなんか そのオフィシャルでそういうことするのって実際どうなんと思いますかっていうなんかね、相談しに行った時にすごく応援してくださって、でそれがすごいなんか私たちも力をいただいて、そうですね、本当に励みになる、はい、でその時に実はこのレッドウィングの本も考えてるって話をその日にされて、そうなんですよ、勝手に考えてましたからね。そう、それがあのね、はい、ついに今月、はい、
あのこう発売されるっていう、なんかいろんな思いが私も個人的にあって、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。確かにそうでしたね、はい、そう、そう、本当にそんな本ができるんだろうかってあの時は思ってたんですけど、本当にあ、いやいや、こんなに素敵な、ね、でも本当歴史のあるものをほじくり返すのが、はい、もう僕らは楽しくてしょうがないんで、多分見てる方も、うんうん、レッドウィングのファンの方も、はい、最初はそうじゃなくレッドウィングに入ってきても、うん、結構そこの沼にはまっていくと、うん、ずっとね、なんかずっと掘りたくなっちゃうんじゃないかなという、続いてるものってその楽しみがあるんじゃないですか。はい、もう待ちきれないです ね、 そうですね、発売が、はいはい、なのであの今日はですね、最後ちょっとあの、はい、いつもチャンネル登録と、はい、あの動画のグッドボタンと高評価、うんうんうん、とあと今日は本の予約ですね、はいはい、皆さんありがとうございます。本当にあの素敵なあの出来になると思うので、もうポストカードも本当に素敵な、はい、あの、はい、広告がたくさんセレクトされてますので、ぜひ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。